ずさんな管理で周辺環境への影響が懸念される松山市菅沢町の産業廃棄物処理会社レッグの最終処分場問題で、処分場内の詳細調査を実施している松山市は25日、埋められたゴミを掘り出すボーリング工事などを報道陣に公開しました。詳細調査は22日から開始していて、25日は市廃棄物対策課の職員などおよそ20人が作業しました。8月の緊急調査で破損の疑いが見つかった処分場地底の遮水口シート付近を中心にゴミのサンプルを抽出し、成分やガス濃度などを調べました。ゴミのサンプルは神奈川県の一般財団法人で分析するということです。松山市は分析結果を受け、今後の処理や対策を決める方針です。